だよ、おはようございます、噛んでねえよ。エビ出汁で何々を作ったらうまいんじゃないかっていうのの第6弾です。あー、もう6個まで来ました。はい、もう6個まで来ました。でもしスーパーこれからどんどん出てくると思うんで、出会える機会もそんなにね少なきと、そんなにね多くないと思うんですけど、もひもひいてもしを噛むか。間違いない味付けで、もう普段もう捨てられてるところって思わないぐらいにもう美味しい。というわけで今日は、サバ鍋を作ってみました。意外という風な感じで思われる方も いますかもしれないんですけど、バター醤油の風味に、おはようございます。はい、ダメ。黒むつも皮目のところ湯引きして、ここで甘みがやっぱもうまた出てるし、このソースとやっぱちょっとやっぱ玉ねぎのこのシャキシャキシャンと、このシャキシャキシャンと、シャキシャキシャンって。チャンネル登録、高評価。